この隙を見て狩野英孝が順調にリードを広げていきます。トップに立った狩野英孝、3分が経過しました。いつまで戦いは続いていくのか。本格的に生放送の終了の時間が近づいてくる。11時36分です。あと放送は、はい、まだ10分ほどあります。皆さん頑張ってください。10万円が近づいている。男性陣はコンビニ、おお、あぐらをかいて一旦休憩、肌抜きしたあと一旦小休止を入れた。小宮が落ちていった、そして大東も落ちていった。現在トップは走るのは大悟、そして小峠が追いかける。田中が現在仰向けになって体勢を入れ替えている。あの栄光も下から追いかけていく。さあ大悟と小峠が並んだと、小峠が抜くか。